食7チャンネル、今回はレモンバーの高橋さんのお店にお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて最近ね、ちょっとシリーズでお送りしてるあの面白くて珍しくてこんなん知ってる果樹シリーズみたいなことでねいろいろ紹介してますけど、はい、今回第4弾ということで、まあ一体何をと、あれこれ柚子珍しないやんって。全然珍しくないですよいやね、柚子って使い道日本人にとっては定番だから、使い方もたくさん種類があるし、そうですね、うん、柚子茶とかも風呂に入れたり ね鍋に入れたり何でも入れるでしょ、うんうんうん、ちょっと柚子神話あるじゃないですか。そうそうそう、うん、だからね最近ねレモンブームでしょ。そうなんですよ、もうレモンがとにかく今注目のアイテム、エグザイルの皆さんが必ずお酒はレモンサワーを飲むっていう、まあ、そこと園芸業界が関係あるか分かんないですけど、うん、自分で作ったら安全ですよね。そうですね、っていうのは外国から輸入されたやつは皮の表面に防腐剤塗ってますから、うん、なるほど、うん、だから自分で育てた方が絶対にいいですよね。まあそうですね、今これね、うん、結構立派な実ついてる柚子ありますけど、はい、これは今熟す前の状態ですか。そうですそうです。でね、今回なんで柚子かっていうと、うん、まあレモンの流れもあるんですけれど、うん、まあレモンよりもどの年代にも使い道がある広い。そうですね、うんうん、っていうこともあるし、柚子って、まあ、植えてから実がなるまでにものすごい時間かかるんですよ。知ってます？桃栗3年、柿8年、柚子の大バカ18年。 あれ続きがあったんですかしかももう桁が変わってるじゃないですか。そう、うん、それぐらいだから難しくて作りにくいっていう、うん、だから柚子の木はいっぱい手に入るんです、うんうん、入るんだけれどそれぐらい下手したら実になるまでに時間かかるので。なるほど。だから実がついてるものを買った方が間違いなく実がなるんですよ。それからこのサイズぐらいのを買えば鉢植えで育てることができる。あ、これじゃあ地植えしなくても、うん、このままもう鉢で、はい、で鉢植えでうまく育てていったら、うん、実は柑橘類って隔年結果って言うて、はい、2年に一度しか実にならないものが多いんですけれ ど、鉢植えでうまく育てていくと、うん、隔年ある程度の大きさになったら隔年結果でなく毎年ちょびっとずつちゃんとなるように作ることができるんですね。だから実がつくっていうのを間違いなく確認しつつ、はいはいはい、実つきのもんを買って、うんうん、それで鉢植えで育てる。なるほど、うん、というと昔の柚子を育ててでお風呂に入れましょうとか、うんうん、そういう発想とはちょっと違って、なるほど、今風の育て方と今風の生活への取り入れ方っていうのができるなと思って、鉢植えだったら老生化って言うんですけれど、うんうん、根っこがまあその狭いところで閉じ込められるので、だからこれ以上大きくなれないって思ったら、じゃあ次の世代を早く作って、もし自分が死んでも、うん、あの次の世代に頑張ってもらおうっていうんで実をつけるんです。そこで実をつけるんですね。だからまあそういう意味で言うと安心して育てられる。なるほど、はい、ただね気をつけてもらいたいのはやっぱし柑橘類ですから、一番気をつけてもらいたいのはアゲハチョウが卵を産むでしょ。これはもう柚子だけじゃなくて柑橘類は全部そうなんですけれど、はいはい、油断してると丸坊主になりますから、常に観察しながら早期発見ですぐ取り除くとかした方がいいですね。もう、はい、だからそれはもう絶対必須です。これは柚子に関わらず、うん、まあ、柑橘育てらっしゃる方はもう全般気をつけた方がいいってことですね。はい、うん、絶対です。はい、まあでも言ってみればまあそれぐらいですかね、気をつける点って。まあそうなんですけどね、実を1個ならそうと思うと葉っぱが30枚から50枚というふうに言われてるので葉っぱを大事にして、はい、はい、だから水切れもあまりひどくさせると葉っぱ落ちちゃいます。なるほど、はい、ある程度そこら辺の管理はしっかりと。
するという、はい、分かりました。ということでね、フルーツ果汁他にもいっぱいありますから あるんですね。ちょっと今後もね、それちょっと注目で、はい、はい、お届けできればと思いますので、ということで今日は高橋さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。